はい。サカポンチャンネルをご覧の皆さん、お疲れさんです。サカポンです。えっ、ー、とですね、本日はね、簡単なお知らせ動画を作らせていただくんですけども、もう今ね、ちょっとスクリーンショットで表示させていただいているのがね、ミラティブさんっていうアプリなんですけど、えー、私ね、サカポンはですね、時々ね、YouTube でやっていた YouTube のね、生配信、生ライブ、 生放送の活動を今後はねこちらのミラティブさんでやらせていただこうかなと思ってるんですよねんちょっと経緯について簡単に話させていただきますとねうんとですね私今まで生配信に使ってたアプリ、えー、とライブストリーミング配信って言うんですけどスマホ画面を、えー、と生放送 YouTube さんで生放送する方法、ライブストリーミングって言うんですけど、この方法、これで使用していったアプリがね、なぜかスマホを変えたからか知らないんですけど、全然使えなくなっちゃったんですよね。それでね、いろいろ考えた末にね,ね、こちらのミラティブさんの方に生放送の活動を移行することにしました。うん 一応ね、YouTube さんでね、ライブストリーミングする方法ってね、いくつか方法あるんですよ。えっ、ー、と、パソコンにつなげる。もしそしてもう一つが、私がやっていたように外部ストリーミングアプリ。えっ、ー、と、YouTube さんから非公式で出てるものになるんですけど、そちらを使用する方法。それで、一応もう一つあってね、えっ、ー、と、実はね、YouTube さんの公式アプリから、ライブストリーミングアプリって、 配信ってできるんでですよ一応でもね、これやれる条件があって、チャンネル登録者数がね、1000人超えてないとダメなんですよね。うん、なんか鬼畜っていう感じの設定ですよね。私の場合ね、実はパソコン持ってない、外部ストリーミングアプリ使えない、チャンネル登録者数今のところ1000人いってない状態では、うん ゲームの生配信できないんですよね、えー。現状、YouTube で。で、こちらの方でね、生配信の方はね、やっていこうかなっていう運びになりました。えっ、ー、とですね。え、ね、まあ今まで通り YouTube さんではね、収録した動画のアップはやっていこうかなとは思ってます。で、まあ、生放送はこちらのミライティブさんでやっています。でね、 一応ね、今のところまだ未定なんですけど、時間取れるときにね、また、こちらのミラティブさんの方で生配信やっていきたいなと思ってるんで、ね、もしよろしければね、このミラティブさんあ、アプリをダウンロードしてるっていう方、もしよろしければね、概要欄に私のミラティブの方のマイページ、えっと、ページをね、をねの URL 貼り付けとくので、もしよろしければね、ね 遊びに来てください。えっ、ー、とね。またね、これ、このミラティブさんね、えっ、ー、とね、ね、ゲームの配信以外にも、いろんな人のもうゲームのライブ配信とか見れるので、もし、興味ある方、アプリダウンロードしてみてはいかがでしょうか。がということでね、まあ、その生放送にの活動に関する、 簡単なお知らせでした。ということで,で、本日の動画は以上となります。次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。